ジェームズ・アンソニー・シールズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ニューホール出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。相性は重要な試合に強いことから、ビッグゲーム・ジェームズ、ビッグゲームをスペイン語にしたフエゴ・グランデ、これを省略した、フエゴ・ジー。同じく、メジャーリーガーのアーロン・ド・ワンドをいとこに持つ。 2000年の MLB ドラフト16巡目でタンパベイデビルレイズから指名されプロ入り。2001年に参加の A-9 ハドソンバレーレネゲーズでプロとしてのキャリアをスタートさせる。2002年は右肩を手術しシーズンを全休。2003年と2004年は A 級ベーカーズフィールドブレイズで先発として登板するも防御率4点台に終わる。 2004年のシーズン終了後、メジャー4年目のシーズンを終えたローアンドに誘われて、シールズはローアンドと一緒にトレーニングを行い、そこで練習方法など様々なことを学ぶ。2005年、AA 級モンゴメリービスケッツに昇格したシールズは17試合に登板し、7勝5敗、防御率2.80、104奪三振を記録した。2006年、 トリプル A 級ダーラムブルズで10試合に先発して、防御率2.64という成績を残したところで、メジャー昇格を果たし、5月31日にメジャーデビューを迎える。ボルチモアオリオールズを相手に先発したデビュー戦こそ5回、5失点で降板したシールズだが、その後の4試合で25イニング22奪三振、防御率1.80の高騰を見せ4連勝。 その後は、早いカウントで投げるチェンジアップに適用されて、成績を落とすが、シーズン終了まで先発ローテーションを守り切った。2007年も開幕から、ローテーション入り。当番型による故障を防ぐためシーズン投球回が215に達したところで残り試合の当番をチームに止められた。ものの、スコット・カズミアーに次ぐ、チーム2位の12勝を挙げた。 同年オフに4年1125万ドルで契約延長。2008年6月5日の乱闘2008年は前年のチーム最多勝ちをマークしたカズミアーが左肘の故障で開幕から1ヶ月故障者リスト入りしていたこともあり自身初となる開幕投手を務めた。その開幕投手を務めた試合でシーズン初勝利を飾ると6月に 月間防御率が5点台だった以外はシーズンを通して前年以上に安定感のある投球を続けて実質エースとして先発陣を引っ張り自身最多で勝つチーム最多勝ちとなる14勝をマーク。また自身初となるポストシーズンでも活躍し球団創設初の地区優勝、リーグ優勝に大きく貢献した。6月5日のボストンレッドソックス戦では ココ・クリスプと大乱闘を起こし、6試合の出場停止処分を受けた。2010年2月21日2009年、2010年も年間を通して先発ローテを守ったが、防御率は悪化の傾向にあった。2010年は1試合6被弾を喫するなど、リーグ最多の34被弾を記録した。2011年は、勝利数、奪三振、イニング、防御率、 ホイップなどで自己ベストを記録し、自己最高のシーズンを送った。11関東、4完封はいずれもリーグ最多だった。なお、NLB で10関東を達成したのは、現在この年のシールズが最後となっている。2012年も15勝を挙げ、脱参審率は自己最高を記録した。しかし、レーズが年俸削減を図ったことから、放出対象となった。 2012年12月9日に、ウィル・マイヤーズ、ジェイク・オドリッジ、マイク・モンゴメリー、パトリック・レナードとのトレードで、ベイド・デイビス、後日発表選手のエリオット・ジョンソンと共に、カンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。2013年5月27日2013年は、リーグ最多の228.2回を投げて13勝、して、チーム10年ぶりのシーズン勝ち越しに貢献した。 2014年も227回を投げて14勝を挙げ、チーム29年ぶりのワールドシリーズ進出に貢献した。2014年オフに FA となった。2015年2月11日に4年総額7300万ドルでサンディエゴパドレスと契約。5年目の契約は年俸1600万ドルの球団オプション。この年は遺跡により、 指名打者制度のないナショナルリーグで、さらに本拠地が、投手有利と言われる、ペトコパークになったにもかかわらず、防御率、基本類だ、よし球などが例年より極端に悪化してしまったが、連続シーズン200投球回は9年に更新した。2016年は、開幕から勝ち星には、恵まれないものの、安定した投球を続けていたが、 5月31日の試合で2.2回を10失点と大炎上する。パドレスでの成績は2勝7敗、防御率4.32だった。2016年6月4日に、エリック・ジョンソン、フェルナンド・タティス・ジュニアとのトレードで年俸の一部負担となる3100万ドルの金銭付きでシカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。移籍後初登板から3試合連続で7。 失点以上を喫する散々な出だしとなった。移籍後は22試合に先発登板したが、4勝12敗、防御率6.77、ホイップ1.70と大炎上した。パドレスとの合算では、33試合の先発登板で6勝19敗、防御率5.85、181.2イニングで40飛本類だと135奪三振。 ホイップ1.60という成績で、連続2桁勝利と160奪三振以上は、いずれもルーキーイヤー以来10年ぶりに満たつと、散々なシーズンだった。2017年2月14日、背番号を33に戻した。この年は開幕ローテーション入りしたが、4月21日に MLB キャリア初の故障者リスト入りした。6月に復帰し、6月24日の、 オークランドアスレチックス戦で通算2000奪三振を達成したが、シーズン通算では21試合先発で5勝7敗、防御率5.23、ホイップ1.44と前年から調子は上がらなかった。2018年もリーグワーストの16敗を喫するなど復活はならなかった。オフの10月29日に来季オプションを行使されず FA となった。 サイドスピン成分をやや多めに含むフォーシームと縦に鋭く変化するサークルチェンジが主な武器でこの2球種で投球全体の半分を占める他にもツーシーム、ナックルカーブ、カットボールを投げる2013年まではカーブとスライダーも投げていたが現在は持ち玉としていないまた制球力に優れていて余死球が少ないため高低左右を目一杯使って 幅広く攻めていく投球が持ち味である。2007年の成績では、予視休率が1.51でリーグ3位、K、BB が5.11で、同2位、ホイップが1.107で、同3位と、いずれも高い数値を残した。NLB でも希少なイニングイーターとして知られ、先発ローテーションに定着した2007年以降は、毎年200回、累計で、 メジャートップの1785.2回を投げており、タフネスぶりが心情である。県政が非常にうまく、2011年には両リーグ最多の13県政史を記録した。これは、右投手としては、チャーリーハフの14個に次ぐ、史上2位の数字だった。ありがとうございます。